モンスターはサキュバスが好きなレムだ。モンスターは獣人系が可愛くて好きなリメだ。今回は魔物娘と不思議な冒険をレビューするよ。どんなゲームなんだ？可愛い魔物娘たちと共にダンジョンを踏破するローグライクゲームだよ。ローグライクってあれか、風雷の試練みたいなの。私は遊んだことないけど、やられたら全部なくなるんだろ？ローグライクは基本的にはそうなんだけど、このゲームはストーリー攻略までは簡単らしいよ。おお、それなら私にも遊べそうだな。というわけで私たちはゲームをプレイしてくるよ。リスナーのみんなはこのままレビューを見ていってくれ。まずはストーリーのレビューをするよ。冒険者である主人公は不思議な結界の中に囚われてしまう。主人公は近くの村の村長タルテからこの結界から脱出するための方法を教えられる。その方法とは帰還の塔という場所にいる塔の魔術師を倒すことだった。このようにストーリーはシンプルでとっつきやすい。本編のストーリーも最初のダンジョンを攻略するだけで一応の決着がつく。ちなみにダンジョンの名前は初級ダンジョン、初級とついているけど普通にラスボスと戦うダンジョンだからやられても落ち込まなくていいよ。私たちも最初はそこを勘違いしていて、最初のダンジョンなのに普通にやられるのかと思っていたよ。そうそう、今画面に映っている魔物娘たちは最初からこの村にいたわけじゃない。魔物娘を仲間にして村に来てもらったんだ。彼女たちを仲間にすることで新しい施設が解放されたりする。まあ、それとは関係なくハーレムを作りたいから仲間にすることになるだろうけどね。しかもこのゲームは見渡すという素晴らしいシステムがあって、可愛い魔物娘たちをじっくりと眺められる。まあ、このゲームの概要はこんなところかな。この後は戦闘システムについてレビューしていくよ。もちろん彼女たちは頼りになるから楽しみにしていてくれ。私は感動した。ローグライク初心者でも遊びやすい初級ダンジョンに。まずローグライクゲームはダンジョンでやられたら基本的に全て失うらしいが、この初級ダンジョンでは装備しているアイテムは失わない。剣と盾は強化が可能で、強化すればするだけ攻略が楽になる。それとレムから聞いたんだがローグライクで仲間を二人連れていけるのは珍しいらしい。仲間たちのレベルはダンジョンから出ても変わらないのが嬉しいな。そういえば、最初はダンジョンから抜けると主人公のレベルが1になることに驚いたな。レベルが下がるのはどうしようもないが、こんな感じで恒久的なパワーアップがしやすいのが嬉しいところだ。自分の装備が弱いのなら仲間に戦闘を任せればいい。ただしそれにもちょっとした限度があるんだが、それは後で説明するか。戦闘はターン制で、こちらが動いたら次に相手が動く。HP がなくなったらゲームオーバーで、SP がなくなったら HP が減っていく。SP はパンや果実を食べることによって回復できるから、時々食べておこうな。基本的なシステムはこんなところか。次は私が気になったポイントを教えていくからな。さあ、早速仲間を増やす方法をレビューするよ。見渡すコマンドを使うと敵の有効度が見える。有効度が黄色以上が仲間にできる最低ラインだよ。この状態で仲間に誘うコマンドを選ぶと敵が仲間になってもいい条件を提示する。その条件を満たせば晴れて仲間になってくれるというわけだ。基本的に勧誘条件はわかりやすいものが多いのだけど、少しわかりづらいものもある。それはまた後で話すとして、勧誘条件を満たした敵には星が出る。勧誘条件は種族ごとに決まっているからそこは安心してくれ。勧誘した仲間はそのままだと有効度が低くて村に帰ってくれない。有効度を上げるために彼女たちにプレゼントを贈ろう。ローグライクゲームを遊んでいるとアイテムを持てる上限にすぐ到達してしまうと思うけれど、そういう持て余しているアイテムに使い道ができるいいシステムだと思うよ。ちなみに仲間は村に帰って登録をしないと村に定住しないからそこは気をつけてね。まあ、これはゲーム側からも言われることだから問題ないと思うけど、ちなみに仲間はやられてしまうと消えはしないが有効度が下がる。だから次の冒険でプレゼントをしまくって有効度を戻さなければならない。仲間の機嫌をプレゼントで取る姿は妙にリアルで少しいたたまれないが仕方がない。こんな感じで今までベタ褒めしてきた仲間システムだけど、次は仲間にする条件がわかりづらい仲間を紹介するよ。このゲームを遊ぶ際にはぜひとも参考にしてほしい。さて、それじゃ少し気になるポイントを紹介していくぞ。これは仲間の一覧表なんだが、種族の隣を見てくれ。レベル限界値というのがあるだろ？これは言葉の通りレベルが止まってしまう数値だ。レム曰くゲームバランスが崩れないために設定されているのだろうとは言われていたけど、上限があるのは魔物娘たちのレベルだけじゃない。装備の強化値にも上限がある。それでも十分に初心者に優しいシステムだが、できれば上限をなくしてほしかったな。特に仲間は気に入ったやつを連れ回したいと思ってしまうから特にその思いが強い。クリア後に能力の限界を上げられるようになるようだが、本編クリアで満足してしまう私のようなプレイヤーにはハードルが高い。最終的にクリアはできるが、何回も復活の果実を使ってゾンビアタックを繰り返していたから。
もう少し上限を緩くしてくれれば嬉しかったかな。さて、それじゃあ仲間にする方法がわかりづらい魔物娘を紹介するよ。まずはサキュバス、彼女の勧誘方法は非常にシンプル。彼女のチャームを食らって魅了状態にならなければいい。問題なのは、かなりの高確率で魅了させられることだ。有効度が高ければ魅了されない確率が上がるとモンスター図鑑に書いてあったんだけど、私たちの運が悪いのかずっと魅了状態だったよ。魅了避けの腕はもう拾えない。じゃあどうするかというと、冒険に出る前に食べられる猫飯で魅了を防止するんだ。このカボチャスープを食べればいいだけだけど、事態はそんなに簡単じゃない。なぜかというと猫飯の料理は毎回ランダムに選ばれるからだ。そもそもお金を安定して稼げるようになるまでここには来ないし、さらにランダムで出てこないこともあるからカボチャスープの存在に私たちは気づかなかった。検索してやっと気づいたよ。ちなみに次に紹介する仲間も検索して方法がわかった。次に紹介するのはラミアだ。敵をひるませることができる優秀な仲間だよ。問題なのは彼女を勧誘するにはモフモフしたものが必要だと言われる。プレイヤーはモフモフしたものなんてアイテムに覚えはない。そう、これは普通のアイテムではないんだ。ここにいる変化キツネ系の敵がアイテムに化けていることがあるのだけれど、それを渡すことでラミアは仲間になる。問題なのはアイテムの所得方法だ。仲間か敵に変化キツネが化けているアイテムを踏ませて自分と位置を入れ替える。そうすれば変化キツネが化けたアイテムを所得できる。ちなみにこの方法はモンスター図鑑に載っていない。自力で気づくのは難しいと思うけどね。この二人が勧誘するのが難しい仲間かな。それ以外にも有効度最大のスライムを連れていないと仲間にならないピンクスライムなんかもいるけど、これは勧誘条件がわかりやすいからまだいいかな。それじゃあ、総評に移るよ。可愛らしい魔物娘たちと一緒にダンジョン踏破。村に彼女たちが徐々に集まっていき、見渡すコマンドを使う楽しみが増えていく。ゲーム攻略だけではない、思考としても楽しめるシステムに感動した。彼女たちの仕草やポーズが変わるのも嬉しいところだね。個人的には大満足だよ。魔物娘と不思議な冒険は2も出てるから、少し間を空けたらそっちのレビューもするね。私はローグライクというものに苦手意識があった。単純に、やられたら全てを失うということが嫌だったからだ。だけど恒久的にパワーアップできる要素が多く、どんどんクリアが近づいていく感覚に病みつきになった。何より階層が上がっていくごとに、まだ見ぬ仲間がいると思うとそれがモチベーションにつながった。クリア時間は約9時間くらい、一つのダンジョンでこれなんだからクリア後ダンジョンを遊ぶとなるともっとかかるだろう。本編をクリアするだけで満足するような私も、やり込みたい人も満足できるボリュームだと思う。上限システムはもう少し緩くしてほしかったが、私も初心者なりに満足だ。ここまで視聴してくれてありがとう。次回はセブンブラッディーナイツの別ルートの考察だ。この動画がゲームの購入に役立ったら高評価とチャンネル登録をよろしくな。それでは、また会おう。